宇都宮線や東海道線、上野東京ライン、湘南新宿ラインなどで、この行き先をよく見ませんか？なぜあるのでしょうか？皆さんこんにちは。コツアズ鉄道チャンネルへようこそ。小金井と聞くと、多くの人が東京都の多摩地域にある小金井市、およびその小金井市に位置する中央線の武蔵小金井駅を思い浮かべるのではないでしょうか。しかし、武蔵のつかない小金井駅も存在します。それが宇都宮線の小金井駅です。この駅は栃木県にあり、小山駅の隣に位置しています。また宇都宮線や上野東京ライン、湘南新宿ラインおよびそれを介して直通運転している東海道線や横須賀線などにおいては、小金井行きという列車を多く見かけるのではないかと思います。しかし、上野東京ラインや湘南新宿ラインの小金井行き、特に神奈川県側の利用者を中心にピンとこない方も多いのではないでしょうか。一体なぜ小金井行きはたくさん設定されているのでしょうか。この動画をご覧いただくことによって、宇都宮線の小金井行きがなぜ設定されているのか、その理由についてがわかるかと思います。それでは本編へどうぞ。小金井行きが設定されている理由とは？さて、宇都宮線の小金井行きですが、なぜたくさん設定されているのでしょうか。先に結論から言いますと、小金井駅の近くに小山車両センターというでかい車庫があることが最大の理由となります。そもそも宇都宮線とはどういう路線なのでしょうか。宇都宮線は正式な路線名ではなく、正式には東北本線という名称となっています。わかりやすい名称を求めて、国鉄の民営化後、JR 東日本に対して地元住民が働きかけた結果、東京、上野から黒磯間が宇都宮線という通称で呼ばれるようになったのです。ここで少し東北本線について解説したいと思います。東北本線はもともと日本鉄道という私鉄が建設した路線です。1883年に最初の区間が開業して以来、どんどん路線の延伸が続けられ、1891年に上野から青森間が全通しています。当時は上野から秋葉原間の短絡線も含めて日本最長の営業キロ 739.2km を持つ路線でした。東北本線は長らく都心と東北方面を結ぶ長距離列車が多数運転され、東北方面の大動脈として機能していました。しかし1982年に東北新幹線大宮から盛岡間が開業し、長距離列車は新幹線へと移行。並行する東北本線の在来線列車は徐々に地域間旅客輸送がメインとなります。さらに2002年12月1日に東北新幹線盛岡から八戸間が開業し、この時並行在来線となる盛岡から八戸間は第三セクターの IGR 岩手銀河鉄道、青い森鉄道へ移管。2010年12月4日には東北新幹線の八戸から新青森間が開業し、それと同時に八戸から青森間の東北本線も青い森鉄道へ移管されました。この結果、現在の東北本線は東京から盛岡間の全長 535.3km の路線となっています。なお2022年現在、定期旅客列車で東北本線を全線走破する系統はありません。地域間輸送化は
2020年代に入ってからも進んでいます。快速列車の一部廃止、停車駅の見直し、黒磯から新白河間の減便、新白河から仙台間のピストン輸送ダイヤ、宇都宮線内を見ても2022年に宇都宮から黒磯間が新型車両導入とともにこの区間のみで運転するワンマン列車のみの運行となりました。現在の東北本線は地域間完結の列車が多く、細切れの目立つ路線へと変貌しています。さて、東京方面からの宇都宮線の小金井行き、また小金井始発の東京方面行きの宇都宮線が多く設定されている理由ですが、最初にもお話しした通り、近所に小山車両センターというでかい車庫があることが理由です。また早朝にごくわずかだけあるのみですが、小金井始発の日光線日光行きや宇都宮線宇都宮行きなんていう列車もあります。この小山車両センターですが、宇都宮線などで使用される車両が所属する車両基地となっています。宇都宮線や高崎線、東海道線、湘南新宿ラインや上野東京ラインなどで使用される電車のうち、およそ半数強の車両がここ小山車両センターを拠点としています。また日光線や宇都宮線宇都宮から黒磯間で使用される電車、烏山線で使用される蓄電池電車についても、ここ小山車両センターを拠点としています。小山車両センターは現在の宇都宮線区間の輸送力増強に対応するため、1966年から使用が開始されました。小金井駅付近に小山車両センターができたことにより、東京方面からの小金井行き、小金井始発の東京方面行きが多数設定され始めています。なお、小金井から宇都宮間の輸送力調整や宇都宮線の輸送力適正化を保つ役割を果たす目的も、小金井行き小金井始発が多数設定されている理由として考えられます。その例として、輸送力過剰にならないよう、東京方面からの15両編成の宇都宮行きは一部において、前5両を小金井駅で切り離すことがあります。その逆の例として、宇都宮からの東京方面行きが後ろ5両をここ小金井で増結することもあります。また2022年3月改正以前まで存在していた上野方面からの黒磯行きは、15両編成の場合必ずここで前5両の切り離しを行っていました。黒磯行きが必ず10両編成になっていた理由は、宇都宮から先の岡本から黒磯間のホームが15両編成を受け入れられる設備となっていないためです。また2006年7月に自治医大から宇都宮間のホームが15両編成対応になるまでは、小金井駅が15両編成対応ホームの北限でした。それまでは小金井駅にて4両編成や5両編成の切り離し増結が多く行われていて、現在の高崎線籠原駅みたいな役割を持っていました。なお、高崎線の籠原行きに関しては、こちらの動画にて詳しく解説していますので、ぜひ見てください。小金井行きができたきっかけとは？今でこそ宇都宮線や上野東京ライン、湘南新宿ラインおよびそれらを介して直通運転している東海道線や横須賀線などにおいて多数見ることができる小金井行き、当たり前の光景となりつつも、馴染みのない地域では謎な存在となっている小金井行きですが、
実は存在しなかったかもしれない行き先なのです。もともと現在の宇都宮線にあたる東北本線の東京近郊エリアの列車を担当する車両を受け持つ車庫は宇都宮駅付近にありました。しかし宇都宮駅付近にあった宇都宮運転所は宇都宮市中心街にあることもあってか、列車本数が増えるにつれて手狭になってきました。1960年代の日本は高度経済成長期であり、高度経済成長とともに鉄道の輸送人員も右肩上がりに増加していて、東京近郊の東北本線も例外ではありませんでした。右肩上がりで増加する輸送人員に対応するため、宇都宮運転所に代わる東京近郊の東北本線の車庫として1966年に開設されたのが当時の小山電車区、現在の小山車両センターだったのです。ただ小金井駅付近に現在の小山車両センターが誕生するまでには紆余曲折がありました。当初の計画では宇都宮市郊外の岡本駅付近に車庫を設置する計画だったそうです。しかしここに車庫を建設しようとすると地元住民の反対運動にあってしまい断念。今度は石橋から鈴目の宮間に車庫を設置する計画を出しましたが、こちらも反対運動に相断念。3度目の正直として候補に上がったのが小山駅から一つ手前の間々田駅付近と小金井駅付近だったのです。しかし今度は反対運動とは逆に、間々田駅と小金井駅それぞれの地元が誘致運動を行ったのです。その結果、現在の地に小山電車区が作られ、現在の小山車両センターとなっているのです。もし岡本駅付近や石橋から鈴目の宮間に車庫が設けられていたとしたら、宇都宮行きの出入庫で調整する場所となっていた可能性も考えられるほか、2010年に設置された古賀駅の折り返し設備が形こそ変わっていた可能性はあれど、もっと早く作られていたかもしれません。なお古賀駅の折り返し設備およびそれに関連した宇都宮線などの古賀駅に関しては、こちらの動画にて詳しく解説していますので、ぜひ見てください。逆に間々田駅付近に車庫が作られたとしたら、間々田行きの列車やその一駅先で、かつ新幹線も止まる主要駅である小山行きが多く設定されていたかもしれません。小金井駅の概要。そんなこんなでここまで小金井行きについて解説しましたが、小金井駅ってどんな駅で、近隣にはどのような施設があるのでしょうか。小金井駅の歴史はかなり古く、1893年3月25日に日本鉄道の駅として開業した駅です。乗車人員は1日3000人から4000人前後程度と少なく、駅周辺も住宅地と小山車両センターメインで閑散とした雰囲気が目立ちます。もちろん小山車両センター以外に目立った周辺施設もなく、利用者はほぼ近辺在住の地域住民と推測できます。ただし30分から60分ほど西へ歩くと、公園、古墳、一里塚や神社等、旧日光街道の宿場町だった江戸時代の面影を伝える史跡が多数点在しています。でかい電車の車庫が中心の町ではありますが、小金井ではのんびりと古代の歴史を感じる旅という場所としてはいい場所かもしれません。ところで小金井といえば、都心の小金井シリーズです。
都心からも乗車が可能なこの小金井行き列車ですが、東京都の中には小金井市があり、その小金井市には武蔵小金井駅、東小金井駅、新小金井駅、また小金井市と隣接する小平市には花小金井駅など都内に類似駅名が多数あり、初見だとよくわからなくなります。どこが正しい小金井駅なのか誤乗してしまうほどです。そのためこの小金井行きは注意が必要な行き先として名が挙げられることも多い駅となっています。ちなみにこの小金井駅は栃木県下野市にある駅です。余談ですが、小山車両センターも栃木県下野市にあり、小山と名乗っておきながら小山市には所在しないことになっています。いかがだったでしょうか。今回の動画をご覧いただいたことによって、宇都宮線や上野東京ライン、湘南新宿ラインなどで走る謎の行き先、小金井行きについて、よく設定されている最大の理由は、近隣に小山車両センターというでかい車庫があること。折り返し設備や車庫のある小金井駅を活用して、輸送力の調整、適正化を行っていること。小金井行きは、もしかしたら存在しなかったかもしれない行き先であること。その理由は、2度の車庫設置計画の反対と、ママダ駅周辺住民と小金井駅周辺住民の誘致合戦が関係すること。小山車両センターは、高度経済成長期において、現在の宇都宮線区間の輸送人員増大に対応するために設置されたこと。小金井と名の付く駅は、栃木県下野市にある小金井駅以外に、都内にいくつかあるために、注意を要する行き先であること、などについて知ることができたのではないかと思います。この動画が参考になったと思った方は、ぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。また、チャンネル登録についてもぜひお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。